津田恭介羽獄教科書妙な賭けえぇ、ー、おめえは俺がここを逃げられないと思ってるのかい第八工場の六年集、浅田八重は三角目をいつもの癖でちょっと青空の一方に見据え それから相手に視線を移していたまあねと薄笑いしたのはこれも殺人の前科があり今度は障害で6年を食っている中条慎次郎だったはあ逃げたら何をかける飯ごめんだ命を的にとんずらすんだぜあんこか と次郎は小鼻にシワを寄せたあんこというのは同性愛の相手のことである中条信次郎は1600人からいるここの囚人のボスでシャバでもヤクザの親分であった年は30前で狡猾な男である浅田家もシャバでは真面目な仕事をしていなかっただからここでもいい顔でいた 年は四十近かった。八重なんて優しい女名前だが切ったりはったりの都政の中でも乱暴者で知られていたがインテリ上がりで今度は3回目の入り警官を殺しての刑であった古文思いで今度の事件も古文が背負って出ようとしたのを自首して出たものだっただから彼にはいい子分がいたハッ <laughs> あんこなんて薄ないものは俺はごめんさ三角目がちらと走るこの三角目が浅田の要望をひどく残忍なものに見せたじゃ何をかけるんださあなあと浅田は笑って俺は別に逃走する目的もないんだぜ ただ若いやつらにこんな無所はいつだって抜けられるさと言っただけなんだだから逃げて見せてくれと言ってるのさ逃げるったって命がけだぜだからよしなよだから賭けによってはと言ってるんだじゃあ何を賭けろってんだ そうだな。今のてめえには掛け物は何もないな。どうだいおめえのサイ君を。浅田は空に目をやってにやりと笑った。な、なんだってはっはっはっはだからよせと言ったんだ。新次郎には新婚のサイ君がいた。 新婚とっったてて初めての妻ではないちゃんと正妻がいて男の子も一人あるんだがそれは女の里の秋田へ追い返してしまった中条興業の看板をかけて芸能者を装うているが裏へ回ると悪辣な事件屋でありパクリ屋だった芸能者をやって映画会社や劇団の中を歩き回っているうち彼は春日の証拠を見つけ 何人目かの女房に仕立てたばかりだったやつは今度の女には首ったけさ相当春日野には金を使ったからななるほど中条は結婚前に家も買ってやったし自動車も買ってやった日活会館での披露宴に法務大臣の花輪が飾られ問題になったのはこの時である春日野証拠は新次郎のものになったが それでも映画はやめなかった彼女は新聞の全国グラマーのコンクールで2位になり映画入りした女である俳優になったからには監督さんの命令通り半裸体どころか全ストだったするわよ何さそうまくるくらいこれが第一作アマをモデルにした作品に出る時の彼女の赤い機嫌だった なんとかいう肉体女優が1カットで袖をまくるのが嫌だと言って社長の激倫に触れ、干された事件があった直後だから、それが宣伝にもなった。慎次郎は証子を舐めるほど可愛がった。その結婚がきっかけみたいに、バイヤー殺害事件を密告され、6年の刑をくらった。その証子を、浅田は逃走にかけろというのである。 心次郎の顔色の変わったのも無理はなかったハハハハここの刑務所だがな浅田は笑いながら金網の向こうに見える高いコンクリート塀に目をやったごっこけるぞ心次郎は吐き出すように言った秋の正午の日は暖かく アサギ色一色の制服の囚人の上にさんさんと降り注いでいた二人は工場のはめ板を背にして話していた30分のわずかな休み時間それがこの囚人たちにとって唯一の社交の時間であり情報交換の時間だった1600人の全員が一度にこの広場に出されることはない第10工場まであるこの刑務所の ある日は奇数番号の工場を二組ずつ、ある日は奇数と偶数の工場を組み合わせまた別の日は番号を1つ2つ飛ばして組み合わせて広場に出したこうした長期刑の収容者を1000人以上一度に出しては危険だからだじゃあおめえは何をかけるんだ口の端に硬い笑みを浮かべて進次郎が聞いた よこてちよみ。そう言って浅田はじっと新次郎の顔色を伺った。お、お前さんはちよみを知っているというのかいあいつの住居をろう、俺の思う壺にはまってきたな。と、浅田は心の底でにやりとした。中城新次郎には、よこてちよみは、 殺しても飽きたらない相手であった千年解散させられた関東の幕と横手組長の射程でその後一時千代美は進次郎のところにゲソをつけていたことがあるその千代美は進次郎の崔君と仲良くなりそれがバレて指を詰めさせることになっていたが謝罪するどころか博多での興行の金100万を横領してつらかった はがみをして腕利きの殺し屋に探させたが千代美はそれっきり姿を現さないもう3年近くになっている今年の夏北海道の大博覧会に進次郎の子分たちもだいぶ行っていたがある日子分の一人が札幌のたぬき工事の酒場でぽっかり千代美に出っくわしたちっ千代兄貴じゃんねえか と、子分はうわずった声をかけた。おい、誰だ,だったっけな和服に格好見の珍しい格好で、ちょっと目を細めて、千代美は相手を見た。中心のものださ。おい、新次郎さんのうちのお兄さんか。千代美はにやりと笑って。新さんによろしくってな。 そうして、酒場からそそくさと姿を消した。畜生、と思ったが、古文には手が出なかった。貫禄が違っていた。やろう、北海道に嫌がったんだな。青筋立てて新次郎は探したが、千代美の消息はそれっきり消えてしまった。野心にゲソを入れているという話らしかった。まあね。 浅田は三角目を細めて着かかった担当官手を横目で見合ったよし行こう何だい中条それを聞きつけ矢口官手が立ち止まったもう時間でさ進次郎は空とぼけだ。やろう矢口官手は冗談らしく言って向こうへ去った 休み時間の終わりを知らせるサイレンが鳴っていたこうしてこの奇妙な賭けが成立したのであった BB 女優 <laughs> <laughs> その夜シャボーに帰って進次郎は声を出して笑ってしまった。 なんです中さんびっくりしたように同房の錦織が聞いたはははな何でもなしさが込み上げてくるおかしさを進次郎は抑えることができなかったこの刑務所をふけるなんてこれは神業でもできないことなのだ妻の春日の証拠をかけると言った時はさすがにドキンとしたが 考えてみると並大抵のことではこの刑務所から逃走なんかできっこない北多摩郡柳瀬町そこにこの重刑務所があった6年以上死刑までを集めていた戦後全国の刑務所で多いところでは1年に100人以上の逃走者を出したがさすがにここだけは未遂が2件あったきりだった 昔は北海道の網走だったが今はここが日本唯一の重刑務所になっているだから逃走の前科のあるやつは大抵ここに送られてきたハはハハハこれで手をぬらさず横手千代見を消せるじゃないか進次郎は北斎園だ八重だってヤクザなんだから負けたとなら古文を使って千代見を消すだろう 消さないまでも、強みのやさはわかる。新次郎は布団を顎のところまで引き上げて考えた。はっはっはまだ思い出し笑いをしてるんですかい同房の一人が小さい声で聞いた。はっ、気味が悪いね。錦よりも小声で言った。 就寝後の会話は禁じられている。官房の夜は物音一つしない見回りの看守も夜は靴をゴム底の運動靴に変え官房の前に敷いた白のマットの上を音も立てずに歩き小さな四角な観察穴から不意に中を覗いていく寝床の位置を変えその感覚がいつもと違っていても反則になる夏だと言って全裸になることもできなければ 寒いからといって上着のまま寝ることも許されない「施錠確認」とどの扉にも書かれ夜には警報器がつけられる高さ6メートルもあるコンクリートの塀は投降機で照らされ監視ボーからの望遠レンズ付きの自動小銃で守られている出入りの民間の自動車はボディの下まで検査され金物の持ち込みを調べられる 囚人が工場から車房に帰るときは赤外線の探知機で検査される。その夜、新次郎は長いこと眠れなかった。証拠の死体が生々しくまぶたの裏に浮かんだ。浅田でなく、俺が老けられたらな。と思う新次郎であった。が彼にはその手立てがなかった。 それに、ケーキのこれ以上伸びるのが恐ろしかった。新次郎は一日も早く仮出国をもらいたかった。反則さえしなければ、六年の刑は四年くらいに縮まるのだ。だが、と新次郎は考える。これからの三年は長い。一日だっていい。証拠のところで暮らしたい。 タバコも目のくらむほどいたい。酒も彼には魅力だったがそれよりもうこの生々しいプリプリした胸ピチピチした長い足太ももが慎次郎の眠りを妨げた遠くでずっと遠くで自動車のかすかなクラクションの音がしたあの自動車に乗せて 翔子を箱根に連れて行ったっけ新次郎は思い続ける新次郎はハンドルを持つ翔子の方にキスした危ないわよ,よ。ほら左は谷底よ。映画女優とギャング自動車事故で死すなんて新聞記事ごめんだわ。革手袋の右手をハンドルから離して ちょいと心次郎の耳をうこはつまんだ心次郎はそっとうこのヒップに手を回すプリプリしたその柔らかさがクッションの振動と一緒に心次郎の手からうずくように全身に伝わってくる日本の BB といわれるうこのバストの盛り上がりが車体の振動と一緒に揺れるあらくすぐったいわよおげれつね。 ミラーの中で祥子は進次郎をにらんだクラクションの音がかすかにまた一つそして進次郎は眠りに落ちた次に顔を合わせた時進次郎は浅田に言ったあのこと本当だろうねお前さんは嘘だと思うかい 俺はあの春日の祥子を前から知っていたんだぜ。祥子<拠>ああ。ま、お前さんと結婚する前、俺たちは半分できていたと言った方がいいな。な、なんだってはっはっはっはそう、景色ばむなよ。半分だって、こっちがまるまるで、 向こうが何にも知らないってやつさハハハハ浅田は笑った進次郎もそれに吊り込まれて笑ったが横手のことも本当だろうね嘘を言っちゃおめえの子分が黙っていないだろうここを出たらさ浅田は指でピストルの形を作ってみせたねえ おめえは俺との勝負に期限をいつまでと決めるつもりだねさあそれはお前さん次第さ来年の暮れだな向こう1年ちょっと今は10月であった OK さ1年と3か月そうして闘争はどこまでだい浅田が聞く どこまでって吹けて逮捕されるまでの時間さ。おうん。いつでもいいやな。だが、そいつをちゃんと決めときたいな。規則では、塀の外へ一寸でも足を出せば。ああ。浅田は頷いた。だがね。 俺の老ける間際になってチンコ殺したり、変なそぶりをしたりすると、浅田は右手の指をピストル型にして、新次郎の胴をつついた。おい二人、ばかり仲がいいんだな。カッパの相談か先日の矢口菅首が、笑いながら前を通っていった。 脱獄の名人馬鹿な賭けをしたもんですね第四者の浅田の謝房でひそひそ話がされていた聞いたのは権道という十五年衆はっ <laughs> 野郎の青臭さが尺に触ったのさで、ね、もう浅田さんここは無理ですぜ たってから60年近くただの一匹も出たやつはないんですからねそれも知ってるよ浅田は吐き出すように言った生産はあるんですかもう一人の同房の今泉も口を出したないさ。あははは、乱暴だな闇闇やみやみ 中城の手に落ちたですね。ところがそのバカな話は俺の方から言い出したんだ賭けもさおおと2人は目を丸くした権藤と今泉はこの話を浅田から聞いた時「こいつは一杯中条のやつに困されたな」と思ったものだ。 中新次郎の強みを憎んでいることは権藤たちも知っていたが賭けは八重の方から切り出されているのである「やめた方がいいですね」と言ったのは権藤であった「逃走で果汁を食うのはしかたがない」としてうっかりすると命が台無しでさその藤も、 荷重でここに送られてきている権藤ばかりではない全国の脱獄者のベテランというベテランはここに集まっていると言っていい現に脱獄9回日本のフージニーと呼ばれた白鳥義治も無機襲でここにいるああ果汁は仕方ないとして俺だって一つしかねえ命は惜しいやな 浅田ががしながら言うここに脱獄のないというのは厳重な警戒頑丈な建物施錠自動小銃があるからである暴楼から暴楼へ塀の上で行き来ができたその上を絶えず看守が見回っている塀の近くの工房の中に入り追加されても止まらない時は直ちに射殺される その銃口を逃れて塀に取りついた囚人も何人かはいた。だがそこに取りついたとてどうにもなるものではない。手の爪さえかからない高さ6メートルのコンクリートである。しかし彼らも命を懸けての脱獄なのだ。死刑囚はもし捕らえられても死刑以上の刑はない。絶望的な一か八かの気持ちが彼らを脱獄に駆り立てる。 ええ、まかり間違って射殺されりゃ、それだけ刑の執行が早く来たってだけのことさ。脱獄をもくろむ奴は、こう言ってせせら笑う。ね、ええ、坊さんの念仏を聞き、川の手上に目隠しされ、三尺の穴の上に立たされる。あの時の絶望的な恐怖よりさ、万が一うまくやりゃ、シャバを見られるかもしれないんだぜ。 兵の向こうには希望がある。ワクワク、ゾクゾク、命をあの三尺厚みの兵だけにかけているんだ興奮しているから鉄砲玉も痛くないしさ今流行りのスリルってもんさこれは無機衆死刑囚にとっては大きな魅力であった世界中で日本は脱獄事故の一番少ない国であるそれは囚人の質より 監修建物その設備にあったその日本の中でも今まで何十年間無事故を誇るこの刑務所で脱獄の賭けをしたのだから狂気のさたさと経験者の権藤が言うのも無理はなかったその権藤の脱獄も相当派手なもので刑務所でいう「うつめ落とし」「城前破り」「もぐら」「床板破り」 かえ玉身代わりをうまく利用して逃走したものだハ <laughs> 本当にフけの名人白鳥のおじいさんだってここではおとなしくしているんですからなゴンドは言った君だってそっちの方にかけては三役組じゃないかとんでもねえ 俺なんか白鳥のじいさんから見りゃふんどし担ぎでさその白鳥さんをゴンさんは知ってるんだろうええ秋田と広島で一緒でしたからねその白鳥は独房に入っていた四方をコンクリートで固め城前も二重だったしガラスまで特殊のガラスが使われていた 白鳥にはどんな帖だってコンクリートだって無駄さ空気の抜けるところがありゃ出るんだからと刑務官の誰もが言っていた白鳥には100の設備よりも警戒を第一にするほかなかったどこでも彼のために特別警戒班が作られていたおい白鳥どうだい元気か 前に彼を扱ったことのある看守や所長が時々彼を訪ねてきて声をかけた「ええもう飽きまへんこの年でっさい力もうのうて」白鳥は力なくこう言った頭も白くなって痩せた子男だった年は60を2つ3つ越していた 脱獄は体力だと言われる白鳥も若い時は子男に似ず力があった彼の前身は分かっていないマタギだとも言われ三家だとも言われている彼の9回の脱獄でその方法の分かっているのはたった2回きり彼は3尺の濡れ手ぬぐいが1本さえあれば15尺のコンクリート塀を越すといわれていた2寸くらいの釘が1本あれば どんなでも楽に焼けたある時は日本紙のこよりを糊で固め厳重な状を外したことさえあるあいつの全身が脱獄の教科書なんだと悔しがった所長がいただがその教科書は本人だけにしかわからない字で書かれている「Y が死んだら解剖してみい」 その脳の中にちゃんと駒子を描いてるわな逮捕された後でどんなにたたかれても白鳥はその破獄の手口は決してしゃべらなかったしゃべったかてわいの方法はわいだけのもんやでな白鳥には脱獄だけが唯一の楽しみではないかと思われた 初犯は窃盗で2年だったがあとはほとんど脱獄の過重税で一生を刑務所内で暮らしているその間3年と満足に刑務所の中にいたことはないすぐ脱獄しただが夜年並みには勝てずさすがにここへ来てからもう7年近くになるだが日本一の脱獄王のこと警戒は決して緩めてはいなかった おとなしくして仮釈をもらいますせわても畳の上で生まれたんやからせめて死ぬ時だけは畳の裏で刺してもらいまほう本当に白鳥にはもう昔の気迫はなくなっていた脱獄は緻密な頭脳と不屈な忍耐とそれ以上に頑丈な そして柔軟な体が必要だっただが白鳥はもう60を過ぎているそのね白鳥のじいさんに教えてもらいたいんだよ浅田はちらっと近藤を盗み見るような目をしながら言っただってじいさんは工場には出ていませんで独居房で警戒が厳重でさ なんとか方法があるさ運動場にだって出ないし運動会相撲野球などでまたは行動で遠くから姿を見ることはあっても近づくことも声をかけることもできなかったただ目で挨拶するだけだった権藤には今でも好意を持ってくれるのか目が合うとニッと口の端をゆがめてみせるのだ じゃあ浅田さんはおいらにも闘争の片棒を担げというのかね権藤はニヤニヤしながら八重に聞いた。話したからにはそうなるじゃねえかおお俺はまた賭けは冗談かと思っていたんだ。だれが冗談でこんなことを相談するもんか うっかりするとそれだけでケーキが増えら俺はごめんだこれ以上食っちゃ一生涯刑務所暮らしになるハハハハッハッ権藤くともあろうものがねえハッハハハこれでさ権藤は右手の2本指を鉄砲型に突き出し 左手の親指と人差し指で支えて左右に動かした自動小銃の形であるハハハ浅田は天井を睨んで笑ったそれにまた刑がひどく伸びます今泉がポソッと言う本気の逃走ではないさ賭けで塀の外へ一歩出るだけだ 社長さんだってバカなことをしやがるもんだねって笑い飛ばすだろうもちろん刑は食が完全闘争ではないからそう重くならず闘争無事故を誇ったここにも傷がつくんだから塀の外くらいなら未遂に取り扱ってくれるよ未遂は懲罰棒二か月くらいさ運動会 日が流れていった。かけをしたもののその手段は浅田には浮かばなかった白鳥よしじと話すことができれば何とか方法もあろうがその手だても今のところない「おい権藤お前さんは雑益に出ないかな?」ある日浅田は権藤に言った「また何で?」「連絡をつけてもらいたいんだ」 だって、コチトラの勝手や都合で職場を変えることのできないことは、浅田さんだって知ってるだろう。そりゃ知ってる。だが、君は無事故だし、体の調子が悪い。なんとか言って、厩舎の雑駅に回ってほしいんだ。白鳥じいさんに知恵を頼むかああ。 俺は無理さ権道は言ったがすぐ連絡だけなら俺がつけてやるふけのだぜ浅田は三角目をいつものくせでちょっと天井の方に向けすぐ権道に戻してそんなことは頼めるかよ今はダメさ。 だが、もうしばらく待つことだ。俺が一度、じいさんに頼んでみてやる。へえー、お前が、じいさんに会えるのかまあねえ。いつ近々だろう。ゴンドはそう言ってにやりと笑った。各社房の建物は離れている。 囚人同士の通信は絶対に禁じられているだが彼らは上手に看守の目をくぐってその通信をする会うことは同じ工場でない限り同じ社房でない限りめったに機会はないそれでも工場に出ている囚人であれば年に何回か広場で昼休みの時間話すこともできるが独居房の白鳥にはその望みもない 行動などでたまにやっても死後は許されない白鳥に会って話しかけることは危険である彼には厳重な監視の目が光っているからであるだが権藤自身も逃走したかった彼の契機はまだ何年もある白鳥と連絡の機会を持てることを権藤は黙散に入れていた秋には運動会がある 前囚人の楽しみの日であったそれを今藤は待っていたのであるその運動場は塀の外の国道を越した向こうにあった構内からトンネルができていた運動会は病人と懲罰棒のものでない限り全員参加したスタンドは工場別に区分され何百人もの看守が立っていた 有志鉄線の柵が高た々かたかと張り巡らされその柵のところどころにも看守がいた権藤と白鳥のスタンドは広く離れていて近づくことはできなかった若い権藤と白鳥では競技も一緒にすることはなかっただがたった一か所自由に一緒になれるところがあるそれはグランドの中の小便所だが それも普通の構造とは違って、ただ囲い板が腰の高さに三方を取り囲んでいるだけで、あとは青空であった。許可なくていけるのはここだけである。ゴンドはそれを利用しようと考えた。ゴンドは看守たちにどられないように白鳥を注意した。幸いなことに、看守たちも競技を熱心に見物していた。 誰でも一回か二回は便所に立った特に老人ははばかりが近いだがなかなかいい機会は来なかった午後になってやっと権藤はそのチャンスをつかんだ白鳥の立ったのを見て権藤も腰を上げた競技のためにグラウンドに降りるのではない背を丸めた老人老人した白鳥は 大きくトラックを回って便所の方に行くゴンド藤もさにげなくグランドに降りた十いくつと並んだ便器上手に白鳥と並ばなければならないゴンド藤は人並みを分けて白鳥の横に立ったじいさんゴンド藤は並んで話しかけたおおゴンさんか元気か

しらとりの出方によってはそれを笑い話にしてしまいたかった知っとるしらとりは言ったえし知ってるんですってはッハじゃの道は蛇や歯のない口で小さくしらとりは笑ったゴンドウの背を 冷,やと冷たいものが吹き通った遠く離れた白鳥さんが知っているようじゃ看守が知っているかもしれない噂が広まっているに違いないだ誰から権藤が慌てて聞いた「老けるとなるとわいの耳は地獄耳やでな」で浅田が。 あんたに連絡してくれってさわいはもう年やで共犯にはなれん手口をさ方法をさ権藤は早口に言ったおお,おそんな投票もないことを白鳥は便器の台を降りた。 ゴンドウも仕方なく前のボタンをはめる便所の前1 0ルばかりの距離に監修が3人ベンチで見張っていた2人は囚人特有の口の動きの少ない小さな声で話していたもちろん相手の顔なんか見てはいない前かがみになって白鳥はポクポクと歩いていく権藤はもう何も言う元気はなかった 白鳥は振り返りもしなかった「元気でね」権藤は白鳥に追いつき通り過ぎながら言った「おい週刊誌を見てるんやぜ週に1回なのう追いかけるように白鳥の言葉が権藤の背に小さく聞こえてきた。 ある通信週に一回週刊誌を見ているそれをゴンドウから聞いた浅田はその意味を考え続けた週刊誌だって数多くあるこの刑務所の図書室にある種類だって十種近くあった白鳥の読んでいるのは何だろうまずそれを調べてみることである それは図書譜に聞くとすぐ分かった。『週刊運動』である浅田も眼線をしてその週刊誌を借りてみた運動記事ばかりのまるで刑務所用に作ってるんじゃないかと思われるような面白くない週刊誌だったどんな雑誌でも娯楽誌であれば必ずと言ったいいほど2箇所も3箇所も献閲で切り抜かれてあるものだが さすがにこの週刊誌だけは切り抜きの箇所もなく借り手も少ないと見えて真、まあ、新しかったへえー、こんなものを白鳥さんが見てるのかねあきれ顔で浅田はその雑誌を権藤に見せただがいくら見てもその雑誌から白鳥の言った「わいは週刊誌を見てるんやぜ」の意味はくみ取れなかった何の意味があるんだ 浅田はしつこく考えた白鳥も一度は権堂に「そんなことはできそうもない」と言いながら後でこの週刊誌のことをことさらに口にした「よし白鳥は俺に何かをこっそり教えるつもりに違いない」しかしその意味は浅田にはわからなかったそれを聞くにはもう半年。 来年の春の運動会まで待たなければならない。その後、浅田は、白鳥から何か言ってくるのかもしれないと思ったが、それは空頼みに終わった。白鳥には面会人もなく、通信さえない。彼の看望は時々不意に変えられる。週2回の入浴の留守中に、官房の中の彼の持ち物は全部調べられる。何一つ物はなく、 ちり紙一枚に至るまで検査して入れるのだから異常のあろうはずはないが彼の場合はシャツの縫い目まで探される短い針金の一本あっても白鳥にとっては有力な脱獄の道具になるのだ白鳥は自分の留守中探されたことをよく知っていたそれはここの刑務所ばかりではない三十年来ずっとのことだったが 7年間もじっとしているので最近はその検査も形式的になっていないこともなかった習慣運動はほとんど他の借り手がなかった白鳥ただ一人だったと言っていい浅田はその習慣運動を白鳥の後に借りることにした白鳥の連絡を何かの方法で受けたとなるとそれはすぐ脱獄と結びつけられる 上手にやららなななければならない。次の週から浅田は閲覧の眼線を出した刑務所の中ではハガキ1枚出すのでもこの眼線がいったその雑誌の上にも浅田の出した眼線が貼られて白鳥より5日遅れて回ってきた浅田はそれを1ページ1ページ丹念に見ていったが何の書き入れも爪の跡さえなかった よく熱い本の背に通信文を隠してあることがある千年死刑囚菊池にがしの脱獄に使ったかラきりのコは雑誌の背にのり付けされて入れられたものであるがこれは針金綴りの薄っぺらな週刊誌でのり付けするところはない浅田は綴り針金を外してその背を覗いたそこには何もなかったのりといえば クイズ用の姿勢はがきがのり付けされている切りである浅田はそれを剥がし水で示してくっついた紙の毛羽を取ってみたがやはりそこにも何もなかった一周二周そんなある日「おい浅田何をしている?」いきなり視察校から声をかけられ ぎょっとして浅田は顔を上げた今日は免業日で朝から官房にいた見ると担当の矢口監修であった「ええ本が傷んだもんですからつづり直しているんです」ははっ心だな矢口監主は行ったきり向こうへ行ってしまった浅田の背を冷たいものが流れた 浅田には矢口監守は恐ろしい刑務官であったうっかりしてはいられないぞこの雑誌が俺と白鳥だけしか読んでいないということに気がつかれたら「白鳥する」という隠語さえできている脱獄の同義語だ2か月は瞬く間に過ぎた浅田は「週刊運動」を読み続ける 昔の教人屋は薄い一枚の絵を二枚に剥がしたそうである。白鳥は指の器用な男と聞いている。だが今のザラやグラビアの紙ではそんな芸当はできっこない。透かしても見た。が何もなかった。ああ、そうか。ある日浅田は口に出して言った。なんだい とどが聞くこれさそれは例のクイズ用の姿勢はがきであったもう探すところはこれしかなかった浅田はそれをつまみ上げて三角目で久しぶりで嬉しそうに笑った浅田はそれを雑誌から剥ぎ取り本誌だけを図書に返した工場に出てあぶっても見たし水にも浮かしてみた が、やはり何も出なかった。チェッ下打ちしてそれを便器の中に投げ込んだが、浅田は諦めなかった。次の週のを一枚一枚舐めるように調べた。火にも透かしてみた。おやあるページを広げて窓のところに持っていって、彼は声を上げた。ぽつんと一つ。 肉眼では見えないほど白く光の通ってくる穴がある紙の痛みかと思っただがそうでもないらしい浅田は座り直して全ページを日に透かしてみたそれは全部字の上の穴である浅田はその日の光を通す字を紙に写し取ったやっぱり何かがあったのである わいは週刊誌を見てるんやぜそれには意味があったのである「第七号面会室ちおこうらすすせ」という字を浅田は拾った。 それを組み合わせてみる。ゴンドウにも知恵を借りるとそれはわかった。進行を知らせ、である。こうしてみると、白鳥はずっと前の号からこの方法で浅田に暗号を送っていたものに違いない。浅田は前号からの越族の眼線を出した。担当が気がつきやしないか。ゴンドウが心配した。 だから、休みの時間やここにいる時は、運動のことを話そうじゃないか。三人の名前でそのバックナンバーを借り出した。どうするんだいあんな雑誌を借り出して。矢口担当が皮肉な笑いを浮かべてゴンドウに聞いた。パズルをやるんです。賭けをしましてね。ゴンドウも笑いながら言う。 何をかけるんだい。刑務所内では物をかけることは厳禁されている矢口監守はちょっと険しい顔をした原稿としっぺですはは。<laughs> と矢口監守も笑い出した浅田は週刊誌の中から字を拾い出す号によってはもう判読できなくなっているものもあるが古い号から順を追っていくと それはカタカナひらがなまじりであったが、こうした一連の文句になった。1、七号面会室。2、机のエルガネ。3、列を作れ。4、のこぎり。5、ラジオの。6、進行を知らせ。 となるのであったここの刑務所には面会室は1号から9号まであるその7号室に何かあるのであろう次の机の L ルそれは面会室の机に L ルを使っているところがあるという意味であろう3の列とは共犯のことだが面会室机の L ルと続けてきて共犯 これは外部に共犯者をこしらえろということだろうかもしそうだとするとその間に机のエルガネの入っているのは何のことだろう次にノコギリがあるこれは共犯者を作ってノコギリの差し入れをさせろというのだろうかこれは到底不可能なことなのだ未結集と違って既結集の差し入れは切手はがき 石鹸タオル歯磨きそれに本くらいしか許されていないもちろん面会には看守が立ち合い天井まで届く金網越しだから手渡しなんかは絶対にできっこない次のラジオは何だ浅田たちのラジオは廊下の上の方にあって手は届かないそれはラジオの機械のことではない音のことであろう ノコギリを使って天井や床や鉄格子を破るときは雨風列車の通過音を利用するのが破獄の常識とされているそのノコギリを使うのにラジオの音を利用せよというのに違いない次の進行を知らせはそれだけの意味でそれによって白鳥は次の指示をしてくれるというのであろうだが浅田には列から前がわからない 浅田はそれを知るには自分で面会室に行ってみることだと思った彼は家の者に面会に来るように手紙を書いたしかし面会があっても上手に7号室でさせてもらえるとは限っていないひどく頼りない回りくどい方法だが今の浅田にはこれより仕方がなかったうっかり他の者に頼めることではない 1> 第1回の面会に出されたが部屋は隣の6号室であった面会に来たのは妹であるその日は本の差し入れと来年の弟の結婚のことなどを話しすぐ来週も来るように頼んだ面会の回数にも制限がある浅田は月4回許されていたこれもあまり目立っては怪しまれる 何か上手な理由を作らなければならなかった一月二月たったがなかなか7号室へ入れるチャンスはなかった3か月目にやっと7号室に入ることができたさすがに浅田の心臓は激しく打っていた一軒四方の真ん中に長いテーブルが置かれそれを中央から仕切って天井まで届く金網が張ってある 浅田は足をかくふりをしてテーブルの下をのぞいた手の届く限りはなぜてみたがどこにもエルガネなんかなかったそばで看守が会話の記録を取っているのでめったな動作はできない白鳥は部屋を取り違えたのではないかそうだとすると3か月をただ無駄にしたことになる浅田はがっかりと気落ちした 浅田の脱獄は中条との単なる賭けだけではなかったのだ彼は一日も早くここを出たかった賭けと見せ権藤を列に引き入れ白鳥を上手に使って脱獄を果たすことだったのだ一方中条も賭けと見せかけて浅田の計画をそのまま頂戴し脱獄しようとしていたのであった浅田はめまいに似たものを感じた ぐったり肩を落として彼は作りつけの椅子の足をつかんだおや敏感な彼の指先にひやりとした金物の感触があった腰掛け板と足の部分がぐらついたために添えがねした L 字型の金物だった L 金と釘 列を作れってのはこれだったんだよその夜官房に帰って浅田は権藤に言った「ツって誰をさ」権藤が聞いたお前と今泉を引き込めってんだ僕は前から列になっているよだが今泉は嫌だと言ってるな と浅田はラジオの落語に聞きほれている今泉の方を見た今泉はちょいと浅田の方を向いてニヤッと笑ったきりだった半年近くの浅田の挙動で今泉は破獄のことは知っていただが彼はそれを密告しなかった彼も模範囚の一人であったこの世界では密告は最大の憎悪の的であったし その跳ね返りが今泉には恐ろしかった浅田はただでは置かないだろう余震は満足にここを出たとしてその途端そのまま解剖室休校になりかねない彼はその闘争に加わることはしなかったが三元主義を守ることにしただが一つ頼みたいんだ浅田が向き直って言った何です 浅田はそこで7号面会室の椅子の L 字金のことを頼んだこのありかを知るまでに3か月かかっているこれから1人でこの L 金を抜き取るにはまた何か月かかるかもしれないそれが3人になればチャンスも3倍になるいやもっとになるかもしれないあの L 金は相当悪くなっているこの留め釘を少しずつ動かし 最後に浅田がそれを官房に持ち込む白鳥はずっと前の面会の時にそれを知ったものであろうそれは彼の記憶違いで机を椅子と間違ったものであろうあるいは自分の暗号の読み違いかもしれないと浅田は思った幸い今泉も承諾してくれた しかし、この作業には根気がいった。今泉もゴンドウも、それぞれ人や家の者に面会に来るように手紙を書いた。七号室に入るたび、三人は爪をドライバーにして、少しずつ少しずつ、気長に四本の木ネジを緩めていった。監守の目を盗んでのことだから、それはなかなかはかどらなかった。 白鳥の通信はしばらく途絶えていた。進行を知らせに返事を送っていないからである。長いことかかった。ある日面会に出た今泉が OK を知らせてくれた。あとは浅田が7号室に入られるチャンスを待つばかりである。浅田は妹が面会に来た時、 最近仕事が忙しいから仕事の終わる4時20分前くらいに来るように頼んだエルガネを手に入れてもまた工場へ帰るのでは何にもならない工場から車房に帰るときふんどしまで全部取り替えなければならないからである4時20分前では工場から上がったものとして着替えさせられ面会室に出される面会が終わると4時過ぎているのだからそのまま官房に返されることになる 工場からの上がりのように、もう身体検査はなく、彼一人に一人の看守がつくだけである。金網に隔てられ、看守に監視されている。担当の看守も区長も、まさか大それた金物を面会室から持ち帰るなんてことは想像もしないだろう。それからまた浅田は、長いこと七号室入りのチャンスを待った。 何回目かの面会に7号室が当てられた。エルガネは上手に手に入れた。監守に付き添われて長い廊下を帰ってくると、誰かが彼の肩に手をかけた。ぎょっとして振り向く、矢口担当であった。朝、嬉しそうだな。えへえ。へー しょっちゅう面会があるじゃないか。へえ<ー>。矢口の目が鋭く浅田の体中を舐め回す。浅田の心臓は口の端まで飛び出してきた。冷たい汗が脇の下を気持ち悪く流れる。矢口監視は浅田と並びながら長い四社の石畳を行く。どうしたんだい矢に顔色が悪いぜ。 ええ、ね、何でもありません。風でも引いたんじゃないか矢口監修はぐいと浅田の腕を掴んだ。あ、だ、ダメだ,めだふらふらとめまいがする。熱もないようだな。監修はそう言って浅田の額に当てた手を離した。浅田の目の前で、 三十三号官房の扉の情を開ける音が大きくした。注意しろよ。矢口監主の声を背に聞いて、浅田はのめり込むように官房に入った。七号と、いきなりゴンドウが異様に目を光らせて聞いた。うん<あ>。浅田はわずかにうなずいたきりだった。 朝田の一人分の食事が差し入れ口のそばにもう冷たくなって置かれていた浅田は箸をつけなかったその夜就寝時間が来てヤグの中で浅田はかかととくるぶしに添えて隠した L 字金を旅の中から出した白鳥の第一の指示は完全に行われた次にはラジオの音を利用して これでのこぎりを作ることであるそれもまた長い根気のいる仕事だがエルガネを手に入れるまでの苦心から見れば造作のないことだった浅田はそれを白鳥に伝えそして次の指示を受けたかったのこぎりを作り鉄格子を切ることだけは分かっているがそれからどうしてあの20尺の塀を越すことができるのだいや そののいに取りつくくまでいくつもの城がある。それをどう征服せよというのだ日本の城なんてア細工のようなもんやと言っている白鳥なら知らず浅田には簡単な南京城さえ外すことはできない相棒の権堂だって合陰がなければここの城は破れない浅田は白鳥に官僚を知らせなければならない それから何日かして特殊面接委員の話を聞きに行動に入った時、浅田は白鳥の顔を探した。繰り込みのざおめきを利用して2階を見ていると、白鳥の視線にぶつかった。浅田はあくびをする格好で口を王子型にしてみせた。OK の O である。白鳥は分かったと見えてうなずいた。 次の週の週刊運動に早速暗号が送られてきただがそれには「のこぎり不要」とあるではないか浅田は「えとのけぞるほど驚いたどうしたんだ権藤が聞く浅田は気落ちした顔でその写し取った紙を権藤の膝に投げてやった ど,どうしたんだ権藤も慌てて浅田の顔を見たここの刑務所ではのこぎりはダメだというのだろうなら今までどうしてそれを言ってよこさないんだ俺たちのエルガネを持ち込むのがあまりに遅そいのでその間に何か事情が変わったんだろう浅田は捨てるように言ったが 何かしら割り切れないものが心の底に檻のように残った。半年以上の苦心は水の泡であったのだ。浅田と近藤はぐったりとして物を言う元気もなかった。三週間経った。三寸釘。暗号が来た。その三寸釘はすぐ手に入った。 これは一度工場から面会室に持ち込んでおいて例の作業上がりの時間を利用して逆に官房に持ち込んだ浅田は次に行動に出た時またあくびをした運動会で渡せ春の運動会が近づいていた免業日の失望には身体検査はない今度は前の時とは逆に 白鳥が浅田の動きに注意しているのが浅田に分かった浅田は便所がなるべく混み合っているのを見て正面に立った順番を待つようなふりをして芝生にしゃがみ込み手早く釘を土の中に差し込んだ次にしばらくして白鳥が便所に立ちそこにしゃがみ込んだ官房へ帰るとき身体検査がある白鳥は 釘をビニールの袋に入れ、肛門の中に隠したのである。地下道。白鳥の通信はしばらく途絶えた。浅田はイライラし始めた。春も過ぎて夏も終わった。もう10月になっていた。がんがついたかい ある日、中条慎次郎が寄ってきて、ニヤニヤしながら浅田に聞いた。まあねえ。浅田は空とぼけた。なが中条は、浅田たちの計画を今泉をスパイにして探っていたのである。無理をしない方がいいぜ。ああ。今年の暮れだぜ。中条が年号をした。 わかってるよ。浅田はうるさそうに言った。中条は笑いながら浅田を離れた。運動会。白鳥から知らせがあった。この日のことを浅田も考えていないではなかった。何かの騒ぎを起こし、人々の視線をそっちにそらして抜ける手である。殺しという闘争の一種である。だが、 運動会に何をしろというのであろうトンネル次の雑誌にはこうあったトンネルとはあのグラウンドに通ずる地下道のことである上に国道が通っている地下道は広く運動会に使う器具や仮装用の張りぼてを持ち込んでおく場所になっていたそれを利用するのであろう逃走手口の ややり過ごしと言われるるつであるだがやり過ごしは2人以上になると危険だ1人なら何とかできることに浅田の場合運動会の後始末にグラウンドに残ることになっているから警戒も手薄になる俺は当日グラウンドに残されるが権藤君は早く車房に帰る官房に入れられればもう出る方法はない 浅田はしかたがないさじいさんには「俺も一緒だ」とは知らしていないんだからな権藤は最初白鳥にこれを話した時「俺も一緒だ」と言っておけばよかったと思っただがじいさんから共犯を作れと言ってきたんだがなあ浅田が慰めるように言った じいさんにすら闘争の列ではなく不警を助ける共犯の意味だったかもしれないさだが権藤に慕って脱獄の前科を持っている男そんなことでこのチャンスを捨てようとはしていなかったのであるトンネルそれは権藤にとって魅力であったあの自動小銃に守られたコンクリートの高塀は恐ろしいが 地下道にもグランドにも小銃はないグランドとボールは小さい林で隔てられていた白鳥には三寸釘が渡っている彼に釘一本持たせたらエールの精工場でさえ豆腐より柔らかかったその釘で地下道の両入り口の上に細工をしておいてくれるというのであろうその地下道に上手に潜伏する方法を発見すればいい ゴンドウもそれを利用することにした。と、白鳥から通信が来た。ハリコの中。なるほど。と、浅田は感心した。地下道には監視はいない。運動会が終わると、また道具やハリボテをこの地下道に入れておく。今年の仮装には、人間が入って動き回るキリン、ゴジラ、 熊などの動物からミサイル人工衛星まであったさすがに白鳥はこのことを知って計画をこしらえた後片付けで浅田が少人数でグランドに残ることも白鳥は知っていたのである浅田にとってあとはその張り子の中に潜伏する手段を考えればいいだけである会は早めに終わった 独居者を先頭に囚人たちは長い列を作って地下道を通っていく張りぼては使い済みの者のから地下道に下ろされていた手すきなもの者がそれを手伝うその中にゴンドをもいた夕方の天候は4時半官房の中に正面入り口を向いてきちんと正座し写真を貼り付けした点呼板を持って見回る看守長にいちいち自分の番号を大声で名乗る いつもはその点呼までに人員の不足は大抵発見されるがこの日は後片付けのため何人もグランドに残った面会でグランドからそのまま面会室に行った者もいる浅田は後片付けが終わって小便に行ったゆっくりゆっくり歩く彼には張り子の中に隠れるチャンスはなかったのであるバカだれ早く来い あとに残って浅田を見ていた看守が邪剣に怒鳴った人々は地下道に入ってしまっていたグランドにはもう誰もいなかった看守は浅田を押し込むように地下道に入れるとドアを引いた児童車はそのまま閉まったおぉ、はあ、伝統はどうしたんだいトンネルの中の伝統のうち二つばかり消えていた 重いドアを閉めているうち、先頭とはまた感覚がついて、彼らはもう地下道から外の明るみに出て行った。張り子の動物が壁際に並べられていた。浅田の足取りは重かった。この地下道の階段を登り切ってしまえば、それきりで一年間の苦心は水の泡になってしまうのだ。一か八か浅田は、 最後の階段に足をかけてしゃがんだ。どうした監修は一歩上がって浅田と並んだ。浅田はこのチャンスを狙っていたのである。彼は監修を力いっぱい表に突き飛ばした。ああ何をするよろめきながら監修が叫んだ。瞬間、浅田は飛び上がってドアを引いた。 自動錠はかかった。監視はすぐ鍵を差し込むに違いない。浅田は手帳用の細鉛筆を素早くその中に差し込んだ。ほんの一瞬浅田が早かった。浅田はほっとした。が、まだ油断はできない。彼は次の瞬間、監視がそれに不信を抱いて一度鍵を引き抜くだろうと思った。案の定。 向こうの鍵は引き抜かれた。浅田は空いている手でポケットの散り紙を引き出し、歯で噛み切った。彼は鉛筆を引き抜き、その鍵穴にぐしゃぐしゃに噛んだ紙を手早く押し込んだ。外の騒ぎがわずかに伝わってきた。鍵穴をほじくり出し、鍵を外すまでには相当の時間がかかる。だがぐずぐずしていると地下道の向こう側に回られる。 しかしそれも正面からぐるりと塀を回り広いグラウンドを横切ってくるのだから相当の時間がかかるその間にここを抜けなければならない三寸釘を持った白鳥が向こうの扉に細工していてくれたり違いない浅田は城の紙爪を終えると急いで地下道を引き返しドアに飛びついただがそのドアはびくともしなかった 白鳥さん浅田は小さな声で叫んでみた。声は大きく地下道をいっぱいに跳ね返った。返事はなかった。その時、飛んできて彼の体にぶつかったものがいた。ああ、浅田さんか。あ、こ今度白鳥さんが知らない。情は。 開かない。後ろで情をこじ開ける音がしてきた。ハリコに入ってるんじゃないか浅田はふと思ってハリコを一つ一つひっくり返してみた。ゴジラのハリボテをひっくり返して。おお<ー>と叫び声を上げた。人間の死体が一つ、ごろりと転がってきた。 なあ、中条じゃないか権藤が恐ろしそうに後ずさっていった中条も今日の脱獄のことを知り権藤と同じ手を使ってまんまとここに残ったらしかったが彼は死体になって転がっている中条を殺したのは誰だだがそれを考えている暇はない一人はドアにぶつかったが やはりびくともしなかった二人は完全に地下道の中に閉じ込められたのであったグランドの側から扉は開けられた浅田と権藤は放心したように中条の死体の前に立っていた中条との賭けを利用して権藤から白鳥に連絡を取らせまんまと脱獄するつもりであった浅田も それに便乗して逃走しようとした権藤も2人のその手段を逆用して破獄しようとした中条も完全に失敗し浅田権藤の2人は捕らえられ中条は死体となって地下道に転がされた四時の天候が来て白鳥義路の官房の殻になっていることが発見された調べてみたが 官房の情はもちろんのこと板一枚レンガ一つ存じた箇所はなかった浅田たちは白鳥を利用しようとして利用されたのであったその白鳥の脱獄手口はこれもわからずじまいだったただ後でこうだろうと考えられたことは彼は浅田に協力すると見せて7号面会室のエルガネを教え またそれを取り消しさも熱心にやっていると彼らに思わせ自分では手に入れることのできない三寸釘をまんまと入手しそれを体の中に隠し破獄の機会を狙っていたあの日はさすがに監守も疲れ警戒も緩んでいたそれを白鳥は利用したのである彼は自分の独房を出て地下道に潜り込んだ どうして独房から地下道まで戻ったかその手段は分かっていない看守は彼をちゃんと彼の独房に届けたことは間違いないのであるそして浅田が看守を締め出し鍵穴に紙を詰め込んでいるうちに隠れていた張り子から抜けグランド側の城を破って逃走したのであった中城を殺したのも白鳥ではあるまいか 一緒に連れて行ってくれとせがまれしかしそれでは自分が危ないので冷酷に考察してしまったのであろう